で、私がここで皆様方に改めてお話し申し上げたいのは、目標と自己統制によるマネジメントだというふうに言っていると。この部分のアンドセルフコントロールっていうところは改めて強くご認識していただく必要があるかなと。自律的な自己統制があって目標達成に近づいていくんですよというところをもう一度抑える必要性があるなというふうに思っております。なりたい姿や担当のプロジェクトの中で自分がやらなければいけない目標と、今の現状の自分、今の現状の自分と、目指すべき目標とのギャップが明確にできればと言いますか、まず明確にすることができればですね、そのギャップを埋めていくためのストーリー、ステップは必ず描いていく。ストーリーを描くときに、使える一つの枠組みとすれば、ここにブレイクダウンシートっていうふうに書かさせていただいてますけれども、それぞれステップ1、ここを通過していけばいいよねというようなことを掲げてあって、それをじゃあ達成するためにはどうしたらいいですかというようなことを、ここに埋めていくということをやっていただければですね、ストーリーはかなりの完成度を持って描いていくことができるなというふうに思います。ここに活字では書いてないんですけども、例えば目標達成のためのストーリーを描いたら、そのストーリーを具体的に行動としてどういう順番でどういうふうにやっていくんですかということを落とし込んでいくということが求められますという流れになるということで、ここはプロジェクトごとにそれぞれ自分の目標が達成していくためにはどうしたらいいんだろうかということで、一般的なシステム構築フローって書かさせていただきますけれども、ということで、今画面では進捗支援面談の仕組みということで、とにかく、丸一です。定期的開催と、進捗支援面談の日時を決める、計画的に行うというところが一番重要だというふうに思います。そして2番目の面談姿勢、ダメ出しの場じゃなくて知恵出しの場だと。これもできてないのか、あれもできてないのかというダメ出しの場だとしたら、メンバーはその進捗支援の面談に行く気は起きないですね。そこで行けば知恵をいただいて、うまくやっていくための今後のリカバリー策、前後策を一緒に立てていくことができるというところをしっかり押さえておくということが必要だと。そして進捗支援面談でいうと、で、その MBO ですね。で、を通じて持続的な成長のその準備基礎っていうのを作っていこうっていうことなんですけれども、ここにですね、また3点ですけれども、それができるまでどういった障害が、よくあるのかっていうことに関して、簡単にまとめさせていただきました。一つはですね、仕組みの構築ですとか、導入自体にすごい時間がかかってしまうっていうことですね。授業が盛り上がってきたぞっていう時に、すぐにMBO を始められればいいんですけれども、意外とですね、多くのサービスっていうのは、導入を、MBO をやってみようかなって思ってから、半年とか1年以上経って、仕組みを作って、運用を開始して、で、最初の運用を一回しして、効果検証と運用の調整するために、また半年とか、そういったような形でのサービスが多くてですね、時間がかかることっていうのが、多いっていうのが、まず一つ目あります。で、二つ目はですね、で、それに対してですね、我々のこの、今、実践課題に伴走する MBO 支援サービスというものについてですね、それらの、もともとの課題ですとか、よくあるその落とし穴みたいなところに対して、こういった形で提供させていただいておりますっていうのを、このスライドに書かせていただきました。まずはですね、